ブラックピンク、後続曲、フォーエバーヤングの活動期間を延長、ファンの声援に応える写真イコール YGENT。ERTAINMENTBLACKPINK が後続曲、Forever Young で今月末まで活動を続けていく予定だ。YG エンターテインメントは9日、ブラックピンクが今週から、DDU の DUDD、U の DU に続き、後続曲、Forever Young で活動を延長すると明らかにした。カムバック後に人気を得たブラックピンクが、後続曲、Forever Young のステージで、ファンの熱い応援に応えるために活動延長を決定したという説明だ。ブラックピンクの1ストーンミニアルバム、スクエアアップのタイトル曲、DDU の DUDDU の DU は、MBC、小音楽中、心と SBS、人気歌謡で3週連続で1位を獲得し、2つの音楽番組でトリプルクラウンを達成するなど、計9冠を獲得している。ブラックピンクが DDU の DUDDU の DU に続き、フォーレ、VR ヤングでも1位を獲得するのか、関心が高まっている。ブラックピンクは音楽番組とともに音楽配信チャートでも好成績を上げている。DDUDDUDDU の DU は9日基準、韓国の主要音楽配信サイトでリアルタイムチャート1位を獲得し、25日間1位をキープした。これに先駆けて、スクエアアップと DDU の DUDDU の DU はビルボードメインチャートであるビルボード200で40位、ホット100で55位にランクインし、韓国のガールズグループとしては最も高い成績を記録した。DDU の DU の DDU の DU のミュージックビデオは公開から10日で再生回数1億回を突破し、K-POP のガールズグループの中で最短記録を更新した。ブラックピンクは、新記録製造機というニックネームにふさわしい活躍を見せている。ブラックピンクは14日、MBC、小音楽中心に出演して、FO、レーベルヤングのステージを披露し、4週連続1位に挑戦する。